さん、こんにちは。イスラスタの太田です。また今日も私のマイルーティンよりスタートしてます。はあ、ということで皆さん今日もご覧くださってありがとうございます。この動画を通じて一緒に体を動かしませんか？体を動かすと体も心もとってもハッピーになれます。ということで、さあ早速一緒に動きましょう。寒い日が続いておりますね。動いて体の中から温まっていきましょう。はい、ではまずはい、肩を交互に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 、はい、肩こりを緩和していきましょう。はい、タッタララッタタ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 、はい、ツイストします。トトトトト、はい、ポッポッポッ、くびれていきます。タッチャラチャララ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 ラ、ブル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 、交互に肩を後ろに引きます。肩こり緩和、ちょっとテンポを変えてみましょう。はい、さらに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 、ほほほほほほほ、はい、前後骨盤の動きです。腹筋と背筋のバランス運動です。肩甲骨が寄ったり開いたり、骨盤が前後に動きます。はい、これで肩をふわー、タンタラランナンタンタラランタタッタラタッタラタッ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 タ、足を後ろ後ろ、はい、お腹をしっかりします。横です、反対です。ぐるっと向きを変えてぐーっとお尻を持ち上げます。よかったら足を伸ばしますね。ほー、そして足を近づけていきます。さあ、ここでよいしょ、くびれますよ、くびれるくびれるくびれる、背骨も肩甲骨も骨盤もすっきりいたします。はい、ちょっとレッチャ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 、はい、タッタラタタ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 、はい、タッタタ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 タ、ブル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 、はい、ツイストしましょう。1、2、3、4、ブル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 、1、2、3、4、ブル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 、ほほほほ、はい、肩甲骨背骨の動きです。回します。うわー、おー、じゃーん、ほう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 、はー、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。短時間で全身をほぐして整えて引き締めてシェイプアップしました。笑顔で笑顔で毎日過ごしましょう。笑顔でいるとネガティブな情報気にならなくなります。ということで、その笑顔になれるように今日も動いてみました。皆さんいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドいいねボタンよろしくお願いいたします。